日が有給休暇。こんにちは。では今日の格言ご紹介します。本日はこちらです。ゴールではなく道を設定する。何ですかこれ。これはただありたい姿を設定するだけじゃなくて、マイルストーンを置いてどんどん道をたどっていくと決めることじゃないですか。面白いね。面白いね、はい、まあ昨日の話でね、どうやってこうプロセスを楽しむか、ね、プロセスを楽しむにはね、ゴールを設定しちゃダメなの。道というのは、ね、華道、茶道、柔道とかね、この道っていうのは求道者、道をこうね極めていくという求道者になっていくことが大事で、これをね求道者になれるとずっと成長しようと思うわ。まだまだ何歳になっても自分まだまだだから、この成長曲線がこうだん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 こうね低減していってね、成長度が最後止まってしまうのは達成してしまったからだと思う。でも求道者っていうのはね、終わりのない世界、どれだけ年を取ってもまだまだ自分は何かができる、さらに上達できるっていうことをね考える。そしてその求道者になっていくってことがこの道の設定なの。私はね、人生っていうのはゴール設定じゃダメだなと思ってるんですよ。その道を設定し、また次に続く人にね、人を残し、その人たちがまた同じ道を歩いてこれるように。私は経営道を設定する。経営の道。経営を研究し、その道を極めていくこととは一体何なのかという修行をしてる。それをね、死ぬまでやるんです。死ぬまで自分がね、この修行者になる。道を追求し、ね、まあ、後に続く人たちを残して、これがね、自分の人生のプラン。ね、渋谷さん何があるの？私は PCG を求めるものを与えていきたいもんね。頑張って。はい。ここがポイントです。